よお前ら、俺様だ。今日も最後、ボーボー持ちますね。はい、レシート紹介のコーナーです。キオスクニューデイズのレシートですね。キオスクとニューデイズってなんか同じなんですかね。なんか2つありますよね。はい、湯沢駅店ですね。そう、湯沢っていうのは越後湯沢ではなくて、秋田県の湯沢市の方の湯沢ですね。で、住所は盛岡市になってますけど、多分なんかこの辺の管轄している支部の事務所が多分盛岡にあるんじゃないかなと思います。そこはあの秋田県湯沢市の店舗で購入しました。で、俺様最近じゃがりこにハマってんでね、じゃがりこを買いましたね。で、この日はね、なんか大雨で電車が止まっちゃったんで、なんだろう、振り替え輸送なんていうのかな、ああいうの代行バスっていうのかな。で、山形県のね、新庄駅からこの湯沢駅までね、なんか大型観光バスみたいなのを出してくれました。もちろん JR の切符でね、乗りました。なんか、まあ、俺様青春18切符、あ、青春18じゃなくて、なんだっけ、あの北海道東日本フリーパスだったんですけど、バスでね、あの乗っていいって言われたんで乗りましたね。はい、キオスクでこれを買いました。その時のレシートですね。ウィスパイロもしくはコマサネの紙ですね。まあ、この日はね、大雨で電車が止まったって言ったんですけど、実際あれですね、その代行バスで走ってるところはすごい快晴で晴れてましたね。はい、でもなんか多分線路かなんかがあれじゃないですかね、なんか障害物とかで通れなくて普通にしたんじゃないですかね。はい、それではさようなら。ボー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